おはようございます。本日もですね、今から平凡な一日をやっていきます。ただいまが11時5分、ちょっと遅いんですが、今からもうさっと寝て、今ちょっとこのふわっと髪の毛が浮いてるのは、さっきまでヘアバンドしてたんで、こんななんか昔の昭和なスタイルになってますが、まあ寝て起きたらまたどんな仕上がりになってるか楽しみですが、今から寝たいなと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。今日はこんな感じです。最近なんか家で寝たらあんまり寝癖つかんくて、外のゲストハウスとかに行った方が寝癖なんでかつくんですが、ちょっと最近は家では控えめな髪の毛です。それでは準備していきます。今日はですね、なぜかパッと起きて、まず一番最初に飯食う前に、何する前に編集しようと思って、で今からオフィス出社するんですが、もう多分平凡な一日見慣れた方からしたら、もうこのルートも多分もうなんかあ、はいはい、またいつもこのルートねって多分思うぐらい見慣れたルートやと思うんですけど、まあ、僕の勤務場所なんで、まあ、仕方ないですね。まあ、一応なんか前回の平凡な一日でバレましたっていう話はしたんですけど、まあ、でも店員さん結構いっぱいいてはるんで、まあ、全員にはバレてないんで、まだ白濃い顔して行くのは行くんですけど、まあそのうち全員にバレたらもう来ないでくださいって言われるかもしれないですね。その時は違うオフィスを探します。そしてですね、ちなみに今日は、がっつり髪の毛セットしてるんですけど、なんでやって言われたら、まあ、特に理由はなくて、今日は気合い入れるためにセットしただけで、そやからって別にどっか行くとかはないんですが、ちょっと気合い入れるためにオールバックにしました。まあ今日も別に特に誰かと会う予定はないので、まあまた本当に平凡な一日になると思うので、ゆっくりやっていきましょう。では出社です。はい、あれから編集頑張って帰宅しました。ただいま11時20分というところで、今からちょっとセカンドチャンネルを撮って、でそれ終わったら、整骨院行こうかなと思うんですが、整骨院が確か12時までに入らなダメやったと思うんで、まあ、間に合わんかったらいかないと思うんですけど、ちょっとセカンドチャンネル撮り終わって時間ありそうやったら整骨院行こうかなと思います。はい、ではセカンドチャンネルやります。今日のご飯はですね、まるでボクサーみたいなご飯ですが、全然そういうの意識してるわけじゃなくて、米はもう炊飯器あげたらこれだけしか残ってなくて、ハンバーグは嫁蔵が作ってくれて、最近嫁蔵お気に入りの、鶏ハムなんとかみたいな感じの、これドレッシングつけるんですけど、これは山椒のやつで、でこれがペタンコになってるんですけど、じゃがいも、肉じゃがのじゃがいもしかないバージョンです、というような原料ボクサーみたいな食事をしたいなと思います。嫁蔵ありがとうございます。はい、それでは、あれからご飯食べて、今がですね1時前で、まあ、1時からちょっとぼちぼち編集やろうかなとも思ってたんですが、なんかちょっとうとうと眠くなりそうなんで、まあ、先にジムに行こうかなっていう感じでは思ってます。ほんま軽く気持ち編集、ちょっとだけ気持ち編集してもうジムに行きたいなと思いますので、ちょっとだけ編集します。それではですね、最後今音楽だけを選んでるんですが、まあ、僕の、メインチャンネルの動画は一番時間かかるのは、間違いなくテロップが一番時間かかるんですけど、まあ、その次にBGM が結構時間かかって、もう決まる時って一瞬で決まるんですけど、決まらん時はなんかひどい時とかやったらもう10時間ぐらい決まらん時もあったりするんで、結構 BGM は大事にしてます。これは1曲ずつ聴いています。違う。
違う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 。これですね。まあこんな感じで音楽を選んでます。そしたらですね、事務用の格好に着替えましょう。この辺がノースが入ってるので、まあこの辺しますかね。これムキムキ T シャツですね。サイズがちっちゃいのでムキムキに見えるっていう T シャツと迷彩でいきましょうかね。そしてパイセンからもらったこのタオルも使ってますアピールということでしっかり入れておきますね。ここにでジムに行きます。はい、それではですね、今からジムに行きたいなと思います。僕がジム行くときはですね、大概このカゴを持って、で足はサンダル、もうこのスタイルで行ってるとこもし見かけあったら、あジムに行くねんなっていうふうに思ってください。まあ、このカゴにはですね、あの洗面グッズとか、あと会員証とかも入ってるので、はい、それを入れていきます。では行きます。はい、それでは着きました。今はですね2時半ぐらいなんで、この時間が一番人が少なくて、おじいさんとおばあさんがいっぱいいてらっしゃるんですけども、もう顔なじみみたいになってきてですね、毎日会うメンバーは大体同じで、最近サウナで会っても会釈する人がちょっと多なってきて、また来てんのかみたいな感じなんですけど、まあそんな感じで今日もトレーニングしてサウナしていきたいなと思います。ちなみに、靴下はいつもですね、この C3 フィットの靴下は毎日履いてます。で毎日洗ってます。では行ってまいります。はい、それでは、無事帰ってきました。今日もですね、師匠と会ってですね、あのこんな時間に何してんねんやって言われて、あの息抜きですって言って、えらい余裕かませんなって言われたんですけど、まあ60代のおじさんたちに囲まれながら素敵な時間を過ごしてきました。家帰ってちょっとしたら、またあの軽く編集しようかなと思います。それではですね、ちょっとあの小腹が空いたので、鶏ハムのあのやつまだあったんで、これをあの食べたいなと思います。でこれを食べてオフィスにもう一回出社しようかなと思います。ただいま5時ですね。で、あのたまに質問とかで、なんか洋楽聴いてるんですかって言われたりするんですけど、僕あんま音楽聴かなくて、まにラジオか、あとなんか最近はあのアマゾンの電子書籍を音声で聞くかぐらいですかね。なのでラジオか電子書籍聞いてるかが 95% ぐらいで、残りの 5% で確かにたまにあの音楽聴いてる時もありますけど、音楽はあんまり聴かないですかね。筋トレしてる時もラジオ聴いたりしてるんで、あんまり音楽は聴かないです。なので僕はあのノーライブノーミュージック的な発想は全くないので、全然音楽は必要はありません。はい、それではですね、2回目のオフィス出社です。最近分かったんですけど、ジム行き出して筋トレし出してから、その体動かしたりした方がなんかこう編集はかどったりするんで、結構午前中頑張って行き詰まったら、あの、まあ、ジム行ってゆっくりしてから、あのまた自分のタイミングで編集始めるっていう感じにしてるんで、まあ、今のところはこれが一番なんか自分の中でしっくりきてるんで、まあ、こんな感じで家で編集するときもあれば、オフィス行ったりどっかカフェ行くときもあるんですけど、まあ、もう今日は寝巻きスタイルなんでオフィスしか行かないんですけど、まあそんな感じで軽くチョコでも食いながら、あのちょっと編集やっていきます。いやー、帰ってきました。ただいまがですね、9時7分で、結構4時間ぐらいみっちりやったんですけど、今はもうほぼ動画編集はせんと、無事本が、書き終えました。で、最終調整まして、あとは嫁蔵の GO をもらったら、皆さんに報告すると思いますので、また楽しみにしててください。嫁蔵はですね、僕がオフィスをおる間に、今から行ってくるね、外見てって言って手振って行っていったんで、僕はまあ先に家に帰ります。もう今からはですね、最後あの食事して、あとは寝たいなと思います。サラダと鶏ハムとドレッシング、
で、あと昼に食べたハンバーグもう一個あるんで、それを食べて、まあ、本日はもう寝るという感じになります。今日はもう昼ぐらいがちょっとあの怠けたんで、まあ、後半ちょっと頑張ったんで、もうあとはもうゆっくり YouTube でも見て、ゴロゴロして寝たいなと思います。ではですね、以上で平凡な一日終了という感じです。では、見てもらってありがとうございました。